汝動力技術の最高き娘、高き炎と共に我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。汝動力技術の最高き娘、まだ続いてるみたいやな。それにしても本当に不思議な場所ですね。シリンの塔の裏の空間はまだ理解できましたけど、リースさん、マヤ、どうしたんや。うん、あれ何かなと思って。リベル王家の飛行船、例の浮遊都市に乗り込むときに世話になったんやけど。なるほど。でもその王家の船がどうしてこんな場所に。私たちと同じようにこの場所に飛ばされてきたんでしょうか。もしくは俺たちとは別の方法で乗り込んできたか。いずれにせよ、なんとかあそこまでたどり着いて話を聞いてみる必要がありそうや。こいつは最初の場所にあった大きな石碑と似てますね。あれみたいに光ってはいませんけど。あの大きな石碑も最初は光っていませんでした。ケビン、試してみたら。ああ、ちょうど俺もそうしようと思ってたとこや。あ、予想通りですね。我が眷属を解放せよ。あの石碑を蘇らせた時。それじゃあこの石碑も同じような力を持っているってことでしょうか。その可能性は高そうや。ま、せいぜい探索に役立てるとしようや。一段がこう一点、我が元に引き連れよ。さすれば扉を開かん。綺麗な船ですね。すごいんですよ。最高速度も上がって時速3600セルシュになったって聞きました。3600メルカバ以上ですか。メルカバ。うん、教会で使っとる飛行艇や。それはともかく、あからさまに様子がおかしいな。人の気配がせえへんっちゅうか。そうですね。オーバルエンジンが動いている様子もないですし。中に入るのなら用心した方が良さそうですね。人の気配がしない。少なくともここ何日かは放置されていたような感じ。メインの動力も
完全に落ちちゃってるみたいです。動力機関に異常でもあったんでしょうか。とにかく中を調べてみよう。何か手がかりがあるかもしれん。ここは工房？あ、はい。整備クルーの方々が作業をする場所ですけど。一っ子一人おらへんな。たく、一体どこに行ったんや。ここは確か機関室やったな。あ、はい。アルセイユの主機関である新型エンジン XG-02 が8機格納されてるんですけど。私ちょっと様子を見てきます。ダメです、全然動いてくれません。どうして動かないのかもさっぱりわからなくて。なるほどな。何分常識外れの法則が働いているような場所です。機械の類が動かなくなっても不思議ではないでしょう。予備動力のラインを確保することはできました。そこにある端末が使えるようになったと思います。そっか、助かるわ。よし、早速調べてみようか。またあったか。うわー、きれい。それって何なんですか？封印石。ティータさんが閉じ込められていた石とほぼ同じものですね。そうだったんですか。私こんな綺麗な石の中にいたんだ。さてと、これにもルールがあるなら、一旦拠点に戻ってこの石を解放してみよう。あ、はい。その可能性は高いかと。ひょっとしたらもう一人ティータさんが出てくるかもしれませんが。こらこら、ほんまにそんなことになったらどないすんねん。平気、私が引き取らせてもらう。軍服？あれってやっぱりな。アルセイユにあった時点で予想はしてたけど。エコ、一体何が起こった？そのとりあえずユリアさん、お久しぶりですわ。ケビン神父、それにティータ君。再会の挨拶をする前に一つ聞かせてほしい。これは夢か、それとも幻なんだろうか。
なるほど。にわかには信じがたい話だが、受け入れるしかないようだな。話が早くて助かりますわ。それでユリアさんの方は何があったのか覚えてます？やっぱり昨日の夜、白い光に巻き込まれたんですか？昨夜というか、つい先ほどの出来事のように感じられるんだが、飛行演習が終わってちょうどレイストン要塞に帰還している最中でね、ブリッジの座席に座っていたらいきなり辺りが白くなって、どうやらそこで記憶は途切れているみたいだな。なるほど、だいたい事情は分かりましたわ。やはり我々の場合とほぼ同じ時間帯ですね。他のクルーがどうなったかご存知ではありませんか？いや、正直見当もつかない。巻き込まれたのが私だけならまだ安心できるんだが、アルセイユがあるっていうことは他のクルーの人たちもいる、そういうことなんでしょうか？うん、現時点では何とも言えんな。少なくとも艦内には誰もいなかったのは確かや。ユリアさんの封印石以外はな。ケビン神父、君たちはすでにこの場所の探索を始めているそうだな。ええ、まあまだ探索を始めてあまり経ってはいませんが。ならば私もぜひ協力させてほしい。部下たちの安否も気になるし、アルセイユが動かない理由も確かめる必要がある。そのためには君たちに協力させてもらうのが一番の近道のようだ。正直願ってもない話ですわ。王国軍の若手随一の剣技、当てにさせてもらいますぜ。私の剣技などまだまださ。シスターリス、それからティータ君、若輩の身ではあるがどうかよろしく頼むよ。こちらこそ、よろしくお願いします。何時天かける一団がこう言ってん、我が元に引き連れよ。この匂いは気づいたか？どうしたんですか？魔獣の気配？私は何も感じないが。いや、教会の人間でもないとこの匂いは分からへんですよ。復讐、いや黄泉の匂いというべきか、それがこの先からかすかに漂ってきてるんですわ。先ほどから徘徊している骸骨とは比べ物にならない。相当厄介な存在みたいです。そうか、どうやら覚悟を決めて先に進む必要がありそうだな。
予想通りや。ふいえ、なんだあれは。黄泉の渡し森、死せる魂を導く霊筆。聖典に記された77の悪魔の一匹、嘆きの棺ベヌ。まさか本物の悪魔と対面できる日が来るとはな。上等や、女神のしもべの力。お、Yeah.
撃開始。Yeah.
右手に天よりの授かりし輝きを持って、ウラウルスフィア。頑張れるか。あれが本物の悪魔。怖かった。あんな魔物がこの世に存在するのか。一体どういう場所だというんだ。先が思いやられるな。あの時の君たちが光に包まれた時に現れたという異形の男か。何者だ。名乗るがいい。名乗れと言うならまずは自分から名乗るのが礼儀というものではないか。王室親衛隊大隊長ユリア・シュバルス隊。どうやら俺たちのことをこそこそ調べとるみたいやな。目的は何や。今の悪魔はあんたの仕業か。この事態を招いたんは。吠えるなケビン・グラハム。お前たちの苦難はまさに始まったばかり。今あえて絶望に囚われる必要がどこにある。何。ディス、無茶すんな。七曜教会の封建か。なかなかの鋭さだが、姉に比べるとまだまだ未熟よ。どうして。セクナ、このファンタズマにおける絶望の宴は始まったばかり。あがいてもがいてのたうち回ってもらわなければ我が王も喜ばれるまい。待て。逃げる気か。挨拶代わりに一つだけ教えておこう。我が名は黒騎士。偉大なる王に仕えるファンタズマの守護者なり。それではさらばだ。消えちゃった。何者かはわからないが、一つはっきりしたことがある。どうやら我々には明白な敵がいるということだ。ええ、そうですな。それもどうやらとびっきり厄介な敵みたいや。